イッチが買った飲み物を、勝手に飲む同僚がいた。それは仕事の合間に飲もうとイッチが楽しみにしていたカフェラテで、しっかり名前が書いてあるにもかかわらず、イッチが出かけている隙に飲み干されてしまう。せっかくの楽しみを奪われ続け怒り心頭のイッチは、同僚への仕返しを決意する。果たしてイッチの作戦は成功するのだろうか。私の飲み物を勝手に飲む同僚のためにこっそり下剤を混ぜてやった結果、もう何年も前の話になるんだけど、私はある中小企業の経理課に勤めていた。給湯室には大きな冷蔵庫が設置されていて、みんな、自由に使えるようになっていた。もしかしたらどこの会社でも同じ感じなのかもしれないけど、自分のものには名前と日付を書いておく、というルールがあった。何年か前に、誰のだかわからない飲みかけのコーヒー牛乳が長期間放置されて、庫内に異臭が漂ってしまったことがあるので、そういった事件が起きないよう、みんなルールを守っていた。私もその冷蔵庫は毎日使わせてもらっていて、通勤途中のコンビニで買った飲み物に、油性ペンで名前と日付を書いて、冷蔵庫に入れていた。私はもっぱら飲み物だけだったけど、昼食用の冷やし中華とかスイーツとか、みんな思い思いのものを入れて活用してたよ。この冷蔵庫の存在は、真夏は特にありがたかった。経理だから基本はデスクワークなんだけど、銀行やら市役所やら、ちょこちょこと外に出ることもあって、暑い外から帰ってきた時に好きな飲み物が冷やされていると思うと、その後の仕事のモチベーションが違ってくる。私が当時ハマっていたのは、ペットボトル入りのカフェラテ。私がいつも買っていたのは1本200円近くして少しお高めなんだけど、運転で疲れた後とか頭をたくさん使った時にほっと一息つける、お気に入りのアイテムだった。ところがある時から、何者かによりイッチのカフェラテが狙われるようになってしまう。その日も朝から暑かったんだけど、私は上司に頼まれて、近くのホームセンターまで備品の買い出しへ。両手に荷物を抱えて会社に戻り、さて、一休みしようかと冷蔵庫を開けると、私のカフェラテがない。おかしい。確かドアポケットのところに入れたはずなんだけど、念のため、チルド室の引き出しや野菜室も確認したけど、どこにもない。もしかしたら、誰かがたまたま同じのを買ってて、間違えて飲んじゃったのかな?と思い、その日は諦めて、会社の入り口にある自販機でアイスコーヒーを買った。次の日はまた同じようにいつものコンビニでいつものカフェラテを買い、今度は間違えられないよう、デカデカと私の名前を書いて冷蔵庫に入れた。念のためペットボトル本体とキャップ両方に名前を書いたから、さすがに、誰も持っていかないだろう。そして銀行での用事を済ませて帰ってきて、さあ一息つこうと冷蔵庫を開けると、また、私のペットボトルが消えていた。やっぱり、誰かに取られたんだ、と思った。あれだけ大きく名前を書いたのだから、今回は間違えるはずがない。ふと給湯室のゴミ箱に目をやると、空になったカフェラテのペットボトルを発見。昨日、私が見失ったカフェラテだ。一体、誰が私のカフェラテを勝手に飲んでいるのだろうか?私の中で、ふつふつと怒りが込み上げてきた。たかがカフェラテ、されどカフェラテだ。イッチは犯人を特定すべく、調査をすることに。ちょうどその時、後輩 B 子が給湯室に入ってきたので、私が冷蔵庫に入れたカフェラテがないんだけど、誰か飲んでたか知らない?と聞いてみる。すると B 子は、そういえば A 子先輩が、さっきカフェラテ飲んでましたよ、という。B 子もさすがに、書いてあった名前までは確認しなかったみたいだけど、メーカーを聞いたら、私のお気に入りのカフェラテと同じ。A 子が飲んでいたのはちょうど私が銀行に行ってた時だったみたいだから。まあ、ほぼ確定だよね。イッチは B 子にお礼を言って、早速 A 子の元に向かう。だが、その足取りは重かった。実は私は、A 子のことが苦手だった。A 子は私と同期で、同じ経理課なんだけど、入社した時から気が合わず、仕事以外の会話をすることはほぼなかった。A 子はわがままで気が強くて、面倒な仕事は私や B 子に何でも押し付けてくる。特に真夏の外出なんかは絶対に避けたいみたいで。仕事が忙しいだの、体調が悪いだのと言って、他の人にやらせようとする。まあ A 子はちょっとぽっちゃり目で汗っかきだから。エアコンの効きが悪い車両車に乗りたがらない気持ちはわかる。真夏の車内はサウナ同然だからね。でも、仕事が忙しいのはお互い様だし、たまには A 子にも外に出て欲しかったんだけど、A 子は思い通りに行かないとすぐに不機嫌になり、職場の空気まで悪くなるので、私は仕方なく用事を引き受けていた。一日中デスクワークばかりやってるよりも、外に出ると気分転換になるしね。しかし、その間に私の楽しみにしていたカフェラテを勝手に飲んでいたとしたら、絶対に許せない。
私は、パソコンに向かっている A 子に言う。冷蔵庫に入れてた私のカフェラテ知らない？すると A 子は、はぁ？何のこと？と、とぼけてみせた。昨日も今日も、私がいない間にカフェラテがなくなってたのよ。B 子に聞いたら、あなたがカフェラテ飲んでたって聞いたから、もしかしたら私のを飲んだのかなと思って。私がそう言うと、A 子は、何よ、あなた私を泥棒扱いする気、と私を睨みつけてきた。で、そのすぐ後にニヤッと笑い。でも、カフェラテがなくなったくらいで、騒ぐのもどうかと思うけど、仮に私が間違えて飲んだとしても、怒るほどのことじゃないでしょ？と、犯行を認めるかのような発言をしてきた。私は頭にきて、思わず叫んでしまった。やっぱり A 子が飲んだの、私、毎日楽しみにしてたのよ。それに、大きな字で私の名前が書いてあるんだから。間違えるわけがないでしょう。飲みたかったら自分で買ってくればいいじゃない。すると A 子はバンと机を叩いて立ち上がり。なんで私がやったって決めつけるの、証拠を見せなさいよ。と言って、ごつい手を差し出してきた。私は黙り込んでしまった。証拠を見せろと言われたら、困ってしまう。ちゃんとした証拠は何もない。目撃者の B 子は、A 子が私の買ったカフェラテと同じものを飲んでいた。と言っただけで、私のカフェラテだと断言はしていない。まあ、指紋を取るとかすればすぐにわかるんだろうけど。ペットボトルのカフェラテくらいでそこまで大騒ぎする気にもなれない。ざまみろとでも言いたげな顔で仁王立ちする A 子を前に。私はとりあえず、引き下がらざるを得なかった。A 子ほぼ白状してるやん。自分で買えば済む話なのに、どうしてわざわざ一気のカフェラテを狙うのかな。人のものが欲しくなるタイプか？多分もう、開き直ってたんでしょうね。A 子は暑がりでしょっちゅう何かを飲んでたし、甘いものが大好きだったので、私の買ったカフェラテはまさに大好物だったんだと思います。ほんと、自分で買えよって思いますが、基本 A 子はケチなので、ただでカフェラテが飲めるならラッキーみたいな感じで、私のものを狙ったのかも。その日以来、A 子のエッチに対する態度はますますひどくなる一方だった。嫌な仕事はとことん私に押し付けようとするし、A 子のミスを私のせいにされたりもした。私が上司に訴えても、声の大きい A 子は一方的に私が悪いのだと主張し、得意の不機嫌大作戦で、上司さえも丸め込もうとする。上司も A 子のふてぶてしさには辟易していて、何度か注意してたけど、いつまでも揉めてたら仕事が進まないので結局は私が折れることに。そして相変わらず、私が外出するたびにお気に入りのカフェラテが奪われていった。A 子は周りの社員に気づかれないようにこっそり飲んでたらしく、誰に聞いても犯人は不明で、証拠をつかめずにいた。そんな日々が2週間ほど続き、我慢の限界が来たエッチは、ある行動に出る。私はどうにかして、A 子に仕返しがしたかった。たった200円のカフェラテで、って思われるかもしれないけど、大して給料の高くない私からしたら、200円のカフェラテは十分な贅沢品なんだよ。何より、仕事のモチベーションを奪われた恨みは大きかった。で、あれこれ方法を考えた結果、私はある作戦を思いついた。結婚したのは月に一度、顧問の税理士が会社を訪問する日。実は A 子は毎月この日が来ると、別人に変身する。というのも、顧問の税理士さんが A 子好みのイケメンだったから。長い間、結構年のいってる税理士さんが来てたんだけど、担当が変わって、一気に若返った。多分まだ30代だったんじゃないかな。で、A 子はその税理士さんに恋をしてしまったらしく、月に一度税理士さんが帳簿のチェックに来る日は、いつもより化粧は濃いめ、髪型バッチリ、スカート短めで出社するように。そして、普段なら不機嫌丸出しでプリプリしてるんだけど、その日だけはやたら愛想がいい。動くのが面倒な A 子はお客さんへのお茶出しも嫌がるくせに、その税理士さんが来ると猛ダッシュで給湯室に向かい、進んでコーヒーを出す。なんなら、おかわりまで持っていくくらい。ほんとわかりやすくて、私も他の同僚たちも、A 子の乙女っぷりには驚いてたよ。イッチはその日も、いつものカフェラテを購入し、冷蔵庫に入れておいた。いつものようにデカデカと名前を書き、あるトラップを仕掛けて。税理士さんが来社するのは午後2時の予定だったんだけど、午前中に A 子は上司から、銀行に行くよう頼まれていた。もちろん A 子は行きたがらない。いつものことながら暑いのが嫌だというのもあるだろうし、税理士さんに会う前に、汗だくになって化粧が崩れちゃうのを避けたかったんだろうね。A 子はまた、いつものように、体調が悪いから変わってほしい。と私に言ってきた。私は普段なら、ああ、また始まったよ。とイライラするところだったけど、その日は違った。
私は心の中でにやりと笑うと、いいよ、と満面の笑みで答え、車両車の鍵をキーボックスから出し、会社を出た。この後、当然 A 子は給湯室に駆け込み、私のカフェラテを飲むだろう。そして私が帰ってきた頃には、空になったペットボトルが無残にゴミ箱に捨てられ、A 子は、自分が飲んだんじゃない、証拠を見せろ、と言ってくるだろう。でも、それでいい。その日はむしろ喜んで、A 子にカフェラテを差し出すつもりだった。銀行で用事を済ませて会社に戻ると、案の定、冷蔵庫の中のカフェラテは消えていた。A 子を見ると相変わらず、意地の悪い笑みを浮かべている。この後、地獄が待っているとも知らずに、午後2時になり、イケメン税理士がやってきた。A 子は、ぼっと頬を赤らめるといそいそと立ち上がり、給湯室に向かう。そして愛情を込めて入れたのであろうコーヒーを税理士さんに出し、給湯室に戻ろうとした、その時。A 子が、お盆を抱えたまま突然しゃがみ込んだ。額から油汗をにじませる A 子。どうやら、突然催してしまったようだ。A 子は、と、うなり声を上げながら、床を這うようにトイレに向かう。給湯室からトイレに行くには、事務所の端から端まで移動しなくてはならない。その途中には、打ち合わせをしている税理士さんと上司がいる。上司が呆れた顔で、君は一体何をしてるんだね。と、A 子を見下ろしていった。隣にいるイケメン税理士さんは、ぎょっとした顔で A 子を避ける。そりゃ怖がるよね。目の前をパツパツの短いスカートを履いた大女が、ほふく前進するかのごとく張っているのだから。そう。イッチがカフェラテに仕込んだのは、下剤だった。その日、冷蔵庫に入れておいたカフェラテは、A 子のために用意したスペシャルドリンク。A 子は私が出かけていた午前中に飲んでたから、ちょうどいいタイミングで下剤が効いてくれたみたい。真っ青な顔でトイレから出てきた A 子は、よろよろと自分の席に戻ったんだけど、次の波が襲ってきたのかな。回れ右して、再びトイレに猛ダッシュ。私はおかしくて、笑いをこらえるのに精一杯だった。A 子はしばらくデスクとトイレを行ったり来たりする羽目になり、その度に税理士さんからキラキラ見られて、A 子、泣きそうになってた。上司は税理士さんに、うちの社員が見苦しくて申し訳ない。と苦笑いしながら謝ってたよ。で、税理士さんが帰った後、A 子が鬼の形相で、私の方にズンズンと歩いてきた。そして、ちょっとあんた、何飲ませてくれたのよ、と怒鳴る。A 子は勘がいいようだ。どうやらカフェラテに秘密が隠されていたことに気づいたらしい。A 子の怒声に、周りの社員たちが一斉に振り返る。A 子は私に掴みかかりそうな勢いだったけど、私は涼しい顔で、ん？何のこと？と、首をかしげて言った。とぼけないでよ。朝飲んだカフェラテのせいでお腹下しちゃったのよ。あんたが変なもの混ぜたんでしょ。A 子が真っ赤な顔で叫ぶので、ってことは、A 子が私のカフェラテ飲んだの？と私は言ってやった。すると A 子は、あ、と声を漏らし、慌ててその口を手で押さえる。私、間違えて他の人が飲んだりしないように、買ってきたカフェラテには大きな字で自分の名前を書いてたはずよ。私は便秘で悩んでたから、よく出るお薬をカフェラテに入れておいたのよ。私がそう言うと、A 子はついに逆ギレ。あんたの便秘なんてどうでもいいのよ。私は喉が渇いてたの。みんなの冷蔵庫に入ってるんだから、誰が飲んでもいいってことでしょ。と、思いっきりジャイアン理論をぶつけてきた。喉が渇いたら、人の飲み物を奪って飲んでしまえ。こんな勝手な考えが通用したら、私物には名前を書くというルールの意味がなくなってしまう。さすがに呆れた上司が、A 子に言った。君はそうやって、ずっと人の飲み物を飲んでいたのかね？いえ、そんな。喉が渇いたから少し分けてもらおうと思っただけです。A 子はそう言って、首を横に振る。嘘をつけ。何が少しだよ。あっという間に飲み干してたくせに。その後、A 子は会議室に呼び出されて上司から説教をされる羽目に。約10分後、目を真っ赤にして出てきた A 子は、自分の財布から千円札を2枚出してしぶしぶ私に差し出してきた。これまで私から奪ってきた、カフェラテ代のつもりらしい。消費税も入れて計算すると金額が少し足りなかったけど、まあいっか、と思い。私は A 子からお金を受け取った。その分 A 子は、イケメン税理士さんの前で派手に恥をかいたわけだし。A 子は自業自得だな。200円をケチって人のものを奪い続けた罰が当たったんだろうね。憧れてる男の人の前でトイレに駆け込むのは恥ずかしかっただろうね。ほんと、いちいち人のものを狙ってないで。最初から自分で買えばよかったのに、と思います。税理士さんもドン引きしてました。ちなみにあれ以来 A 子は、イケメン税理士さんが来ると、慌てて隠れるようになってしまいました。
ついでに、私が便秘だというのは嘘で、どちらかというと絶好調な方です。上司は A 子に、1ヶ月の間は冷蔵庫に近づくことを禁止。おかげで H も安心して冷蔵庫を使えるようになったのだが。冷蔵庫使用禁止期間が明ける前に、A 子は自分から会社を辞めた。トイレを往復する姿をイケメン税理士さんに見られたのが、相当ショックだったのかもしれない。まあ、人の飲み物を平気で盗んで楽しみを奪った結果なんだから、自業自得だよね。楽しみにしていたカフェラテを同僚に勝手に飲まれ悔しい思いをしていた H だったが、こっそり下剤を入れることで見事、復讐を果たすことに成功した。もしもあなたに H のような同僚がいて今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちなみに、下剤が効き始めるまでの時間は個人差があり、1、2時間で効いてくる人もいれば、12時間経っても効果が出ない人もいるそうです。